どうも皆さんこんばんは、ごはんです。さあ今回は護衛艦いずもを作る2号と3号を組み立てていきたいと思います。それではまず2号から開けていきましょう。オープン。あ、今回少ないね。で、搭載機ありますね。こちらは戦闘機 F-35B です。あは、説明書すごい破れ方をしてしまった。いやー、これはちょっとホッチキス、これ外してから撮るもんなんじゃないかな。ねえ、悲しいこれ。甲板に LED ライトを取り付けるというと、もう本当にガチのこういったね、基板を取り付けていく作業のようです。第1号で選手甲板の裏面に取り付けたここの LED の基板にですね、 LED ライトを差し込んでいきます。こうはめ込んで、ここネジ止めですね。これあんまり多分強くはめたらいかんやつや。どれぐらいや。次が艦首を組み立てる。あ、これで LED ライトの取り付けは一旦終わりかな。あ、もう今回はね、これいじらないみたいですね。こちら、あ、それもダイキャストや。すごい。船体留め具でつなぎ、ワッシャーをはめ込んでネジで留めると。はい。結構この船体にさ、丸みがあるからちょっとテクがいるね、テクが。おー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 、武器を。そしてなんか別に私アル中とかじゃないけど、めっちゃ手震えるんやけど。なんでこの手震えるの、めっちゃ手震えるんけど、どういうこと。若干の隙間を感じるんやけど、もうこういうもん、もうちょっと怖いの。ちょっと一回緩めて、全体的に緩めてはめ直してみるか。なんかずれてたら嫌やもんね。あ、やっぱちょっとずれてたわ。全体的に一回緩めて、そうだね、これやった方がいいね。全部このパーツ、これで隙間なくなったね。で、次尖った部分、これ一番先端の部分やね。で、ここと次はここかな、ドッキングさせていきますと。ここもちゃんと隙間ないか見ながら。で、ここで1号で組み立てた艦首テープですね、これも合わせていきますと。いや、でもこれ作った人すごいわ。これの金型みたいなやつすごいね。これちょっと私多分逆につけるわ、これ油断してると。写真と同じ向きでやってこう。こういうことだね。で、全てのネジを留め終えたら、船体を写真のように平らなスペースにしておき、ガタつきがないか見る。あ、なるほど。ない、隙間とかもないですね。今回船体これで終わりです。で、次はもうね、艦載装備コレクションですね。で、艦載装備に行く前に、今回はね、3号も一緒に組み立てるんで、多分3号もね、基本体の組み立てがあると思うんで、そっちを先やっていきましょう。あ、これにも入ってる。これはティルトローター機 CV22 ってやつですね。ティルトローター、何、オスプレイみたいなこと。あ、なるほどね。現在陸自に導入が進められているオスプレイを海自に導入された場合を想定した塗装で付属だって。想定なんだ。ここがポイントとなってきますけど、ホッチキスをね、先にちゃんと外しましょう。スポッ。そう、こうすればいいの。こうすればめっちゃ綺麗に撮れるやん。で、今回の作業は、お、これ1号でやったやつ、 LED タイトを取り付ける。出ましたね、出ました。今回もちょっとずつね、やっていくみたいです。今回は甲板の作業はこれでおしまいっぽいですね。なんかでもちょっとずつだけど、この LED が埋まってくる感じが嬉しいね。で、お次ですね、船体を組み立てる。またさっきやったばっかりなんだけど、似たような作業が来ています。多分逆側だね。ね、ちょっとすごいこと発見しちゃった今。何とは言わんけど、謎の毛が入っとるねこれ。こんなことある。別にこの密封されとるからね、これ。だからほんま別に私はこんな、あの、タンパク質の塊なんてもう気にしませんよ。はい、できました。で、水平の場所に置いて、またつきなどがないかチェック。
いいんじゃないでしょうか。さあそれでは2号についてきたものと合わせて艦載機組み立てていきましょう。こちらが F35。 すごいね、細かいモールドまで作り込んであって、てかすでにね、このモールドの周り着色済みなんですよね。炭入れする必要ないかなとも思うんだけど。で、続いてこちら CV22 を組み立てていきましょう。エンジン先端部分を上に向ける。すごい、ここ稼働する。わー、ほら、それはね、オスプレイですもんね。垂直着陸機でしたっけ。で、ローターは接着せず回せるようにしておきましょう。なるほどね。あ、ここはもうはめ込むだけっぽいですね。すごい、滑走路がないとさ、飛び立てないけどさ、この子はこうすればいいだけやもんね。だからスペースがなくても搭載できるっていうのが良いところなのかな。まあ、そうですね、開発当初は事故も多く安全性が疑問視されていたが、現在では安全性も高まり、ヘリコプターと固定翼機のいいとこ取りな航空機として期待されている。今後陸上自衛隊での導入は決定しているが、海上自衛隊では未定だということでね。これはもうあの妄想の産物ってことやね。はい、2号と3号の艦載機完成しました。はい、こちらの CV22 に対しては炭を入れました。はい、ということで今回はここまで組み立てられました。まあ、すでに3号にして艦載機がね、3つ組み立ったっていうのね、ペースが早いですよね。最終的にはこういう風につくのかなと、なんかこうざっくりね、こう全貌が見えてきた気がしますね。そしてすでにですね、私の手元には5号と6号が届いているので、またね、順次収録して動画もアップロードしていきたいと思います。再生リストを作っておきましたので、よかったら続きも見てください。ということで最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら他の動画も見ていってくださいね。